岩崎一騎は、慶長5年に、領土拡大を企てる伊達政宗に先導された、我が忠鹿が、丘陵奪回を目指して、南部市に対して起こした、反乱のこと。岩崎合戦、岩崎の陣、我が一騎、我が兵乱、我が岩崎一騎などとも呼ばれる。豊臣秀吉の欧州市沖に反発した我が市や、ひえぬき市は、我が、ひえぬき一騎を起こすが鎮圧され、 領地は没収されて、南部市に与えられた。没落した、我が忠近は、伊達政宗の保護を受け、伊沢軍平沢の地を与えられた。その後、正宗は、今は国を二つに分けて争っている時代だ。今のうちに領地を切り取っておけば、いずれ新体制の女将にも認められるであろうなどと、忠鹿に挙兵を促し、また、南部軍と戦闘になった場合は、水沢城主。 白石宗直に支援させる旨を伝えた。忠鹿は、双子城を拠点に、旧進や冷え抜き市の残党を集めて放棄し、所領奪還を目指して、南部市の諸城を吸収した。忠鹿が挙兵した時、南部市の主力は、慶長では合戦に出兵していた。そのため普段より、兵力も少なく、忠鹿はその隙をついた、慶長5年9月20日。 花巻城や周辺諸城を吸収した。一時は、二の丸、三の丸を制圧し、本丸に迫ったが、北新愛や柏山明助、救援に駆けつけた、北定影らの奮戦により尻けられた。伊達軍の支援を受け大挟間城を攻めた旧、冷え抜き化信羅の部隊は、南部氏の首相田中東四郎を倒して一時は城を制圧したが、 戦況悪化に伴い城を放棄して逃げ出した。北定から南部軍の追撃は凄まじく、一気軍は初管の戦いで敗北を重ねて、拠点の双子城も奪還され、最終的には岩崎城に牢城して、南部軍を迎え撃つ体制となった。10月中旬には三個で軍備を揃えた、南部と品直ら主力が花巻に到着。しかし、冬が到来して、 積雪の厳しい時期になったため、戦いは中断され春の再開を待つこととなった。なお、この一期の詳細は、もがみ光を通して、徳川家康に報告された。慶長6年1月20日、南部軍は軍議を開いて、陣立てを作成した後、3月17日、岩崎城周辺の七織間に陣を構えて、攻撃を開始した。桜場直津なら主力が、 本丸突入を図るも、真っ型ぐた土塁の防御や、城兵の反撃に阻まれた。4月4日には、白石宗直の家臣、鈴木将軍吉信率いる部隊の参戦もあり、南部軍と戦闘となった。苦戦を強いられた南部軍だったが、4月26日、北新愛の検索で城に火をかけて、焼き討ちにし、鉄砲隊による総攻撃で岩崎城を陥落させた。 逃げ延びた、我がただちかであったが、その後近親の鎌田春道筒みち、つついきすけ、十三とともに自害して、道の区国部天寺に葬られたとも、伊達政宗に暗殺されたとも言われている。岩崎城には、戦で功のあった、柏山明助が、新たに配置され、一気を支援した、白石宗直は、とめに所領外となった。また、伊達政宗は、 この一件を問題視した徳川家康により、いわゆる100万国のお墨付きを保護にされたという。ありがとうございます。